ブチペッチひなこ略してブチひなということで今回はですねちょっと特別なダストマッププレイしていきたいと思います。え、どんなダストマップだろう。まあ実は7月12日に発売されたマインクラフトの公式小説はみ出し探検隊っていう小説があるんですけど、あ、存じ上げております。まあ実はですね、あの竹書房さんから小説をいただいて先に読ませてもらってたんですよね。ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。めちゃめちゃ面白かったです。いや面白かったですね。なんか冒険してく系のね、あの小説で結構ドキドキハラハラするような展開とかあったりとか、協力をねしていく感じだったね。じゃああの詳しくは言ったらネタバレになっちゃうすごい釘付けになるようなお話でした。まあ、かなりねあの小説面白かったんで、まあ、ちょっとね僕たちもあの冒険したくなっちゃったんで、あの今からあの2人で協力してダスマップやっていきたいと思います。やっていきます。ということで、なんか何やらオレンジとピンクの、明らかに俺はこっち、ひなこちゃんはそっちみたいなやつがあるけど、俺はこっちにしようかな。いやいや逆だろお前じゃあ踏んでみるか、なんか感集まるから。うん、行ってみましょう。いきます。いざゴー。あ、え、家にいるよ俺。ちょ待って、え、なんかね、うん、ネザー要塞みたいなところで閉じ込められてます。あ、じゃあ別々のところにいるんだ今。じゃあこの檻から何も動けないな私。あ、でも待ってネザーゲートあった。え、助けに行くわ。じゃあこれ助けに来れる、もしかして。助けてよ。助けに行くわ今から。行くよ、うん、よし。お、来た。おう、え、ネザー来てよ。ネザー要塞が目の前にある。あ、まだ中に入ってないんだ。え、助けて早く。待って、ね、ひび割れたネザーレンガに設置可能なはしごがあるから、これで中に入れそうだな。あ、ここだ。囚われてるよ、動けないよ。え、何にもできないの。何にもできない。囚われのプリンセスひなこみたいになってる。よし、まあいいや、一旦じゃあちょっと俺ネザーの要塞の中入ってくね。うん、助けに来て早く。広っ。うわ、右と左とまっすぐ進めるやつがあるな。あ、これ、あ、何にも入ってんのこれ。あ、受け取るって書いてるチェストがある。え、ひなこちゃんが俺になんかアイテムを渡せるんじゃない。でも出れないかな、思ってないよ。え、ちょっと待って、うわ、これいけねえなこっち。あ、ここか。ちょっと待ってね。うん、あ、転送するっていうやつも見っけた。これアイテムの受け渡しができそう。そんなんあるの。待って、ひなこちゃんの檻を解除するやつがどっかにあるやろ絶対。あー、なんで。え、ちょっと待ってね、今どうにかして檻みたいな感じってこと。え、もう完全に檻みたいになってる。でも出れないし、手に届く範囲には何もないね。ちょっと待ってね、じゃあ待って、一個だけ行けそうなとこある、あってボタンっぽいのあるから、ちょっと押してみるわ。そっち行って、押して、もしかしたら開くかもしれないこれ。はいはい、あ、来た。オッケー、このボタン押してみるよ。え、ナイス。はい、開いたー。あー、ナイス。あー、出れたよ檻から。これどこにいるんだあいつ。プッチに会いに行こう。ちょっとこっちまだね進めるところはあるから進んでみるね。こっちも、うん、なんもでも、あ、分かれ道、あ、え、ターゲットブロックがある。ターゲットブロックの下はマグマが引いてあって、先に進めないな。こっち側は向こう行ってみよう。なんかアイテムないか。俺ね今のところね何にもなさそうなんだよね。はぁ、あ、また分かれ道がある。今度こっち行ってみよう。なんかあぁ、え、あー、なんかうわ、お前そっち側にいるか。え、これでちょっと行けそうだったんだよね、こうやって行って。あ、いや無理でしょそれは絶対。え、でもなんかチェストあるよここ。あ、こっちにも受け取ると転送するがある。ちょっといろいろ探してみるね。え、ちょっとアイテム探そう。これね、ないんだよね俺、行けるとこないんだよね今。こっちもでもなんか粉雪だなこれ。俺も粉雪ある。行けないよな、粉雪だよなこれ。あー、やっぱ粉雪だ。外になんかあったりしないよな。うわ、外見れるのはプーチさんだけだよ。ちょっと見てくるわ。こんだけ広かったらなんかアイテムあるんじゃないの。あ、アスレチックの先にチェストがある。お、マジ、これ挑戦しとくね。おう、こんなアスレチックなんて余裕の、あー待って、無理かも。4マス、はい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 、あー、いける、来れたよ。ナイス。何がある、開けてみます。はい、革のブーツ。お、え、
これね、この雪の先に行ける私。行ってくるね。バイバーイ。おー、バイバイじゃねえよ。お前を助けようとしてんだよ。よし、行けた。あれ？え？同時に犬系。え？プッチに渡しに行くね。え？と、アイテム送ります。オッケー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 。来た、革のブーツ。じゃ見てくるよ。じゃあ、うん、ちょっと私まだ行ってない方あるから、そっちも行ってみるね。あるんかい。よし、粉雪の方来たぞ。何？アスレチックがあって、ボタンっぽいものがあるな。うわ、下マグマだ。ボタン？うわ、これ頭打ちのアスレチックだぞ。はいはい。あー、ねえ、こっちなんか SFNKLMPGAE ってアルファベットが書いてある看板が設置してあるけど、それがなんだかわからない。アルファベットの順番って ABCDEFG だよ。いや、違う、書いてあるんだって。違うって。あー、待って、アスレチッククリア。きたー。え、なんかいっぱいある。なにこれ。とりあえずチェスト、コード。あ、これじゃね。 A とか B とかあるよ。全部でね、10個のアルファベットが書いてあって。あ、10個パネルある、ここに。はぁ、これだ。ちょっと待ってね、これシェルカーにコードを入力する。1、2、3、4、5文字。これボタン押したら、これランプになってるから、ランプ光ってその場所のアルファベットってことじゃない？ランプなんてないよ、こっち。こっちにあるんだよ、こっちに。高さ 2マスの横が5マスの何かない？あ、それにアルファベットが入ってる看板が設置してあって。オッケーオッケー、多分それの順番だ。まず一文字目が上の段の列の左から2番目。上の段の列の左から2番目。ここ1、2、F。 OK、F で、次が上の段の一番右。一番右は L。 OK、L で、次が一番下の段の右から2番目。 A で、次が一番下の一番左。 M で、最後一番下の一番右。 E。 OK。フレンミーみたいな。なんだ、何の文字なんだこれ。読めないね。フレンミーみたいな。よし、これを入れます。はい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 、きたー。よし、じゃあチェストできた、開けます。はい、弓無限と矢一本。あ、でもなんかこっちターゲットブロックがあって、その先にまだ道があるんだけど、ターゲットブロックを押さないと多分進めないみたいなのがあるから。これじゃあそっち送ろっか。うん、送ってほしい。あれ、私どっから来たっけ。あれあれ、迷子になっちゃった。おい、迷子なんだ。なんだって、こんな狭いところで。あ、こっちだ。迷っちゃったの。待って、こっちかな。はい、わあ、びっくりした。はい、送ったよ。はい、え、それでとりあえずターゲットブロック、おぶね、ターゲットブロックを、ほら撃って、あ、すごい、俺下手くそ。矢のこの軌道を読める俺。おい、あ、いや、なんであいつ頭に矢くっついとった。さあ、ターゲットブロック撃って何が起こるかやってみるね。ああ、とりあえず撃ってみます。はい、お、足場が出てきた。進める、先に行ってみる。うん、よいしょよいしょ、オッケー。あ、え、ブーツないとひなこどこも行けない、こっから先。あ、だと思った。ブーツ必要だった。はい、送ってあるぜ。ブーツもらいに行くね。じゃあねー。ダサいな。よし、進むぞ。なんか粉雪が引いてあって、うん、こっちから行こうかな。こっちはオレンジ、ピンク、紫、黄色のターゲットブロックがある。あ、同じのある。え、撃ってみてもいい？それ撃ったら多分これなんか出てくるんじゃない？これオレンジから行くよ。うん、はい。あ、出てきた、ガラス。あ、消えた。ピンクも行くよ。うん、はい。あ、オッケー。じゃあこれ多分高速でポンポン撃って、俺がその出てるうちにあっち側に行くってやつだ。これで終わり？いや、じゃあまだ行ってねえよ。あれ？消えるんだよ、ブロック。どうしたらいい？何色打ったらいいの？え、俺、今の順番でもう高速でポンポン打ってって。オッケー、いくよ。はい、はい、お、いいぞ。はい、あー、オッケー、いけたー。いけたの？すごい。あれ？粉雪がある。え、そっちにさ、弓もう一個ないの？もう一部屋あるから、そっち行ってみるね。おう、なんだこれは。アイテムを取り出す、アイテムを配置する。アイ
テムが複製されます。あ、それ複製するんだ。これだ、オッケー、複製するよ。まず弓を入れていきます。ボタンを押す。そうすると、あ、複製された。あ、それでいけるな。あ、これで矢も複製して、で、ブーツもで、私の履いてるこのブーツも複製すればいいと。はい、お、完璧じゃない？2個ずつになったよ。やった、これでいろんなとこ行けるぞ。てか待って、俺これせっかく来たのに、これここに落ちて死なないといけない。これ戻りたいなら協力してあげてもいいよ。あ、じゃあやって、逆の順番で、逆の順番いくよ。うん、はい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 、はい、あ、押せよー押せって、怖えって。あ、ちょうだい矢を、やっとブーツ。でもなんかこっちまできなこちゃん来れたら脱出できるからな。いや、でもなんかあと一息だよきっと。あとちょっとだな。ちなみにあれね、押せよって怒ってごめんなさいって言わないと。押せよってごめんね怒って。あ、いいよ、あげるじゃん。うそ、まだ入れてないよ。ごめん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 。あー、いや、ゲタハク入れて、スピーディーにスピーディーに。しょうがないな。はい、あー、来た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 、もう一個もう一個。はい、その1個ずつやって いっぺんに入れてよ。あ、遅い、流れが遅い。これでいい？あ、来た、オッケー。よーし、じゃあちょっと二手に分かれて頑張ろう。プッチ、よし、頼むぞ。もう一回外した、この野郎。やめろー、もうやだ、行く、もう知らない。じゃあ行くなって、やれって。お前何を？さっきのアスレチックのやつだよ。じゃあ今そこに行ってるの？あ、行ってるの。行かなくていいのね。じゃあ行かない、行って、行って、頼む、お願い、なんでよね。頼むって。もううるさいなぁ、本当に。え、ちょ、急に、おい、全バラ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 。紫来た、紫。ほい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 、はい、あ、オッケー、行けた。よし、完璧。これでなんて書いてあるかな。同時に犬けってやつが書いてある。あ、あそこだ。あと待って、チェスト、チェストもある。これ開ける一旦。あ、あ、金の斧、歪んだフェンスを壊せるで、こっちから行けるようになるってことか。道がね、二つになった。壊してくる一旦フェンス。あ、これでひなこちゃんの弓矢のあれがなくてもこっち側に行けるようになったってことだね。よし、アスレチックむず、これでも。あだ、まだ、あ、ちょっと待ってよ。ひなこ待ってるよ。あー、あと10分待ってねえ。飽きちゃうよ、そんなの早くしてくんないと。ちょっと待ってよ。あー、来い、よし、来た。あぶねー、ナイス。さあ、これで弓を同時打ち。待って、めっちゃ、おー、めっちゃ打ってんじゃん。あいつ暇すぎて。おー、遅いよ、プッチ。これワンチャン当たる、ひなこちゃんに向かって。当たんない、ダメだね。あ、ダメか。いった、お、当たった。おい、待って、見えづらい。お、当たったじゃねえよ、見えねえって。これこっちは見えないって。こっちから見てね、正面に的があるんだよ、ね、俺もこっちにもある。じゃあ同時打ちいくよ。オッケー、せーの、はい、せーの、はい、はい、おお、壊れた。あー、行って、こう行って、おい、おい、おい、ふざけんな、おい。ごめんって、ごめんって。え、待って、こっちにいたってことになるじゃん。そうだよ、私そっちにいたの。ここに閉じ込められてたんだよね。よかった、助けてくれて。本当だ。本当に何もない部屋にね、閉じ込められてたの。やば、なんか封印されてる人みたいな。いや、俺ここに入った瞬間にひなこちゃんここにもしレバーあったら閉じ込めてたなと思って。いや、そんなことしないよ。するだろお前、いつも。しないよ。毎日のようにするやろお前。よしよし、こっちでは出れる出る。あ、じゃあさっきのアスレチックは帰りのやつだったんだ。何してたんだろう俺。え、行きにやってたってこと？行きにやってたってこと。え、でもそのアスレチックひなこもやるってこと？そうだよ、てかひなこちゃんだけでやるの。俺ここから落ちればやんなくていいもんだって。あー、バイバイ。ずるー。 え、あ、嘘だー。さっきやったのに。あー、苦手なのにこのタイプは。やば、ばばばば。いけるいける。普通に落ちてった。あ、いけた。待って、置いてかれる。待って、頑張ってくれ。これクリアしたら脱出できるぞ。オッケー、1個目いけた。
一個目いけるんだよね。おお、惜しい。惜しい、惜しいよ。ね、ごめんって。ごめんって。ねえ、ごめんって打たないでよ。当たったらどうすんだよ、この野郎。はい、あぶね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 。避けんのうま、俺。いや、今のうまかった。二個目いくよ。これだ、絶対ダメ、絶対ダメ。怖いな、お前。ほ、いやー。あー、ね、これさ、ここには乗れないの。あ、溝？溝。俺さっきこう溝乗っかれたんだよね。やってみるね。うん。ほっ。あー、ナイス！怖い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 。やったー！あー！あー！なんでだよ、お前！なんでだよ！せっかく助けてくれたから頑張んなきゃ。ちょっと行ってみる、普通に。オッケー。ほっ！あー、ナイス！これたー！よかったよかったー！よし、こっちこっちついてこい。脱出できるぞ、これで。ここ、ここで死んだらあっちからかな。え、気をつけてね、そこから飛び降りるの。どうやって帰るの、じゃあこれは。え、帰り方。え、あ、ここ、あ、危ない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 、本当に危ない本当に危ない本当に危ない。はしごあるじゃん、言ってよ。まあまあいいじゃないか、細かいことは。おい、ナムちゃん、ネザーゲートだ。ちょっと早く早く行った方がいいじゃん、死ぬじゃない。ちょっと怖い怖い怖い。よし、行こう、行くぞ、帰るぞ。やったー、ダッシュ成功。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。冒頭の方に言ったね、マインクラフトの公式小説は現在14冊を刊行中らしいです。はい、今回のダスマップのように仲間と協力して冒険するはみ出し探検隊3部作はクリーパーなんか怖くないで完結ですが、まだまだ今後も公式小説は発売予定らしいので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、面白いので見てみてね。それではまた次回お会いしましょう。またよろしく、バイ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 。